ちょっと早いけどいい。いや、いいです。あと20秒か。あ、そうですか。おはようございます。おはようございます。11月10日、聖地との礼拝を行いたいと思います。総額のうちにしばし心を沈めて神様の前に出ていきましょう。Thank you.
もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が私に逆らって立ち上がったとき、その時彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼の怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。思うべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の名にある。愛する天の神様、今日も皆を崇めます。愛する兄弟姉妹たちと共にこの場に集い、そしてあなた様の皆を褒めたたえることができることをありがとうございます。どのようにして生きるか、そしてどのようにして神様を褒めたたえることができるかを本当に常に考えておられます。私たちの心からの賛美、そして心からの礼拝を今日も受け取ってくださいとお願いを申し上げます。多くの人たち、ここに集う愛する兄弟姉妹たち、本当に一週間いろいろなことがあったと思います。一つ一つ本当に神様に感謝をし、賛美できることがあった反面、どうしてこのようなことが起こるのかと思うようなこともあったと思います。しかしあなた様は私たちをいつも見守り、そして私たちを大いなる愛の中に集わさせてくださっていることを覚えます。あなた様の計画がどうぞ私たちになるようにお願いします。私たちはあなた様の計画に従って召されたものとして、圧倒的なこの世での勝利を収めることができるから感謝します。教会に集った人たちのどうぞ問題や、それから病をどうぞ癒してください。お願い申し上げます。子どもたちもここに集っておりますけれども、子どもたちにしっかりとした信仰が植え付けられますようにお願い申し上げます。ここで神様の言葉を聞きますけれども、言葉を語る牧師をどうぞさらに強め励ましてください。お願い申し上げます。インターネットでこの礼拝が持たれておりますけれども、その場所でもどうか神様が力を存分に示してくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。引き続き賛美を捧げてまいりましょう。歌集の41番と賛美歌の37番を賛美します。Oh.
アレキサンドリアに生まれて雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したかである。特別賛美に聞きましたね。聖霊のバプテスマを知らない人と題して、中に牧師からメッセージがあります。番にある主の血潮という曲を演奏させていただきます。Thank you.
それではお受け付けいただいてもう一曲歌集の335番から賛美します。歌集の335番、 Please be with you, Peace be with you。この地における教会の働き、福音宣教の働きは61年目を迎えています。昨日も今日も変わらない神の愛と真実がこの地において明かしされて61年目を迎えています。力がこの小さいと思っている方もいらっしゃいますが、あなたの力はこの小さくないことを覚えなさいとおっしゃおされます。それをあなたが私に捧げるとき、それが大きな力に、また働きに、技になることを覚えなさいとおっしゃおされます。あなたのその小さいと思っている力、それが私にとっては貴重で、またそれをあなたが用いるとき、私は必ずそれを用いることを覚えなさいとおっしゃおされます。この人生の目的は、宗教改革者カルヴィンが語ったように、神を知ること、これが人生の目的である。それゆえイエス・キリストを通して神を知ったお一人一人に、神様は偉大な計画を立て、あなたを用いて全世界に福音を述べ続けさせようとしていらっしゃると称されます。このあなたが、あなたの仕事が終わったと思うところから、このあなたの働きが始まることを覚えなさいと称されます。自分の役目は終わったと思うところから、私はあなたに声をかけ、またその働きを成していくことを覚えなさいと称されます。私
はこのいろんなこの力あるものではなく、私に従う者を通して技をなすと主は仰られます。神によって選ばれたユダヤ人は神の国、神の王国、祭司の王国として紀元前1500年にモーセを通してスタートいたしましたが、今日に至るまで神を信じ、また使わされたイエス・キリストを信じて救われた者は非常に非常に少ないことを覚えなさいと主は仰られます。それらの中において、あなたが教会にまたイエス・キリストのもとに導かれたこと、これは神の大いなる大いなる憐れみの技、愛の技であることを捉え、この人生を神の栄光のために用いていかなくてはならないと称されます。すごくこの頭痛がする方がいますが、あなたはそのこともまた癒しを求めると同時にこの感謝を捧げていきなさいと称されます。このことを通して私があなたに導こうとしていること、また教えようとしていることがあることを覚えなさいと称されます。この中で確かに感謝を捧げること、またこの癒されることをあなたが求めてくるときに、このことも益となることを覚えなさいと称されます。ハレルヤ。それでもう一度335番 Peace be with you、 作作曲佐田京子牧師。どうぞ。